キクサーットスプライトの試作品。キクサーットは2011年の8月に始まった超小型衛星のプロジェクトである。このプロジェクトの目的は、キューブサットから多くの超極小型衛星を射出することである。キクサーットで用いられる超極小型衛星の最大の特徴はそのサイズで大きめの切手かクラッカーなミトであると表現される。この射出ミッションは、 現在、2013年後半に開始される予定である。このプロジェクトは、クラウドファンディングであるキックスターターを通じて、資金調達を果たし開始された。このプロジェクトの魅力の一つとして、個人の宇宙体験が挙げられる。つまり、実質的に、自分自身の衛星を入手可能で、かつ、自分自身の小型衛星を自分自身でオペレーションできるのだ。 スプライトフェムとサタリットは数バイト長程度のとても短いメッセージを地上基地のネットワークに届けるための最小限の構成でデザインされている。また十分な資金提供を行った者には自分自身のスプライトをカスタマイズするためのファームウェア開発キットが送られた。これらのスプライトはいくつかの変態を組むことが可能である。それらの変態のうち一つは 英国惑星環境会によって命名が行われる予定である。また、ロンドンハックスプイスは彼ら自身の地上基地について活動を開始した。キクサーットは2013年9月に予定のスプセックス CRS-3 による ISS 民間再補給ミッションにて実施される計画である。ありがとうございます。